はい、どうも、しびろです。今回は、ガルプラのカウストではなくて、ガルプラの、チッケ部のサムネイルの話です。日本人勢 の、 あのチッケ部のサムネイルのクオリティがちょっと低いんじゃないかなっていうふうに私感じたんですよ。なんか変なサムネイルが多いなっていうのが多くて、で、やっぱりサムネイルってとても大事で、あの再生されなくなっちゃう可能性もあったりするんで、ちょっとあの例えばこんなこんなサムネだったら多分誰も再生しないと思うんですよ。まあ実際私あの再生回数ゼロ男なんで難しそうだったんですけど、はい、なんでちょっともう少しあのいいサムネイルをあの作ってみたいなと思って、はい、今回勝手にサムネイルを作っています。最初は、川口ゆいなさんの、サムネイルで、まあ、公式は、まあ、多分こんな感じの、ちょっとあの顔の角度とかなんかちょっと表情の感じがちょっとこう微妙だし、こう川口さんっぽくないなと思ったんで、こういう風に、はい、変更しました。はい、次は、野中白菜さんですね。はい、まあ、多分これはこれで、まあ、結構まあまあいいとは思うんですよ。でもまあこうした方がなんかより顔もわかるしいいかなっていう風に、はい、感じました。で次が、坂本、しほなさんですね。はい、これは本当にちょっと良くなくて、なんか表情とかも角度とかも微妙だし、まあ、表情とあと角度が微妙だし、ちょっとこの表情がなんか意味してた感じがするんで、なんかこんな風にした方がこう坂本さんらしいかなっていう風に感じます。はい、なんかもっと明るい表情でもいいと思うんですよ私。はい、次が、北島ゆなさんですね。はい、北島ゆなさん、はい、なんかこうパフォーマンスをし終わった後のなんかこう疲れた表情な感じがするんじゃないですか。これってなんかすごい、なんかもうなんかもっと、まあ、多分こうした方がなんかすごくクールな感じがしていいなっていう感じはしました。はい、次は上倉玲さんですね。はい、まあ、ちょっとこれは顔が分かりにくい感じもしたし、まあこれはこれでいいとは思うんですけど、まあ歌う前のまあこんな感じのサムネイルだったりとか、もしくはまあ分かりやすく言うとこういう風な感じのサムネイルだった方がなんかこうパフォーマンスしてるなって感じがして、はい、いいなと思いました。はい、まあもしかしたら今後も、まあ、感想動画はもう出さないんですけどこういう風になんかツッコミどころを入れるかもしれません。はい、以上です。